年末ね、結構あの特番で、あの前説でね、呼んでいただいて。あ、そうだね、確かに。そうなんですよ。呼んでもらった。はい、うん、もうさんまさんの爆笑明石家さんまのご長寿グランプリ2017、はい、もうもちろんご覧になった方はたくさんいると思いますけども、終わってますから ね、はい、そちらの我々前説をさせていただきまして、させていただきましたね、はい、まあ、僕らもういつもやること一緒なんですよ、はい、とにかく盛り上げて、うん、とにかくこれから始まることは楽しいことでワクワクしますよと。もう本当に僕らやれることはそれだけなんでね、うん、そうなんですよ、本当に。それでバーってやったんですけど、まあ予定だと大体5分から10分と言われてたんですけども、うんうん、意外と長かったですよね。長かったね。時計見たら最終的に25分5分ほどやらせていただいて、はい、で相方が、うん、あのまあ、歌うまいん で、はいはい、でさらにモノマネもちょっとできまして、はいはい、福山雅治さんの桜坂を ね、うん、歌いまして、はいはい、でまあ、そこも突っ込んだりして盛り上がっ て、盛り上がって、ね、その下りで、うん、前説終わりまして、終わりました、はい、というわけでございまして、これから収録スタートです。以上、前説ボーイレンドでした。ありがとうございました。つってはけて、はい、で皆さん登場されて、うん、でさんまさんが登場されて番組がバーンとスタートするんですよ。そうなんですよ。でね、僕らまあその終わって、あのお客さんの裏回って、うん、スタジオ出て、うん、モニターでちょっとこう始まる雰囲気がね、どうなのか、ここも仕事の一つですから、はいはい、我々の仕事ちゃんとできてるかどうか、うん、お客さんの番組の入り、うん、ちゃんと盛り上がってるか、うん、お盛り上がってるな、良かったなと思ってたら、うんうんうん、さんまさんが、うん、いやー今年ほんまに、いや2017年もこの番組特番めちゃめちゃ気合い入れてるんでね、ちょっと歌でも歌おうかなと思います、福山雅治でって言ったらドカーンって見ました。本当にすげえ、これは大事件ですよ。そうでもバーッとね、ハライチの澤部さんが、いやそれ前説のボーイフレンドのやつって言ってくれたの。そう、見てますね、さんまさん。やばいやばいと思って、はい、これは何かしら いじっていただけるんじゃないかと思って、はい、ね、その相方が取ったと行動ね、もう、はい、モニターで見てるじゃないですか、はい、もっと近くに行かないといけないと、ブワーって行ったんですよ、はい、ね、この相方の速度があまりに速すぎて、俺はカメラにフレームインするんじゃないかと。ダメダメダメ、止められたんですよ。止めたの。行くわけないじゃん。でもそれぐらい、そんなテレビの収録中に分かってるよ、行くわけじゃない。そうなんだけど、お前の背中めちゃくちゃ速かったもん。俺本当に止めるの必死だったから、こんな速く動けんのっていうか、 いくらね、いくら俺もあんまり空気読めないって言われてますけど、ね、ね、でも、あの分別つくよ。あの瞬間にどうも、あ、言っていただきましたみたいな、言えないって。もうすごい力で、ダメだ。いや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 と思って腕カクンってなるぐらいの、いやすごい力でやりましたよ。いやびっくりしたの。本当に早かったから、おマジで行くかと、行くなよと、行きそうライブじゃねえんだよ、無限大ホールのライブじゃねえんだよ、まあね、ちょっとって感じで行けない。そうさんま先生が行けるわけがない。でもすごいかったからね、めちゃくちゃ嬉しかったね、うん。